はい、どうもチューバーチャンネル TV 神谷です。今回もバイオハザード RE2 続きやっていきたいと思います。クレア裏、さあ今回はさあ植物を枯らすために液体を集めているところ、それとリストタグをアップグレードすると。あ、やったな、それは。OK でございますね。さあ、ウィッカーが出る、ウィッカーが。
さんだもん。さあこれ割愛かな。プラント43を枯らすと。おっぱいなプレゲット。でこれか。いきますか。現在マニュアルモードです。カートリッジに合うように液量を調整してください。散布装置用カートリッジ薬液。オッケ散布装置用カートリッジ貸し剤冷却が終了しました。ありがとう。
難しいでしょうが、飛び方は。これも難しい。まあいいや。さあ、こちら。薬液を散布します。お、どんどん枯れていく。プラス43。さあ、タグがある。雑草は駆除しないとね。雑草は駆除ね。警告、規定の濃度を超えた薬液が許可なく散布されました。この操作はログに保存され、あなたは懲戒処分される可能性があります。さあ、アップグレードしちゃおう。上級職員エッセイではね、こういう機会を入手させてもらって。なんだお前は、ここから湧いてきやがった。とっとっと草がする。さあ、これはいいや、見なくてもいいんだけど、しよう。さあ、続いてウエストエリアに向かいましょう。L01 ノースエリアはさっき、こっちだ。 W03 ウエストエリア、そっけい、ここだ。こっち、機体を見つけないと。デジタルテープはいいかな。さあ、ここか。 GWS 信号をチェンジしとくか。はい、はい、波長を合わせないと。よいしょ。どっちだっけ。若干、OK。いいんじゃないか。OK。さあ、電力が復旧してきた。殺菌をして、さあ行くと。おっと、巨大。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。